防衛省統合幕僚監部は2022年6月17日、ロシア海軍の艦艇7隻が16日から17日にかけて、伊豆諸島の隅こと吹島と鳥島の間を南西方向に抜けて航行したことを発表しているね。またロシアか、日本は相当目の敵にされちゃったみたいだね。まあロシアに関しては世界から目の敵にされているけどな。そうだね。また、同日にロシア海軍艦艇9隻と中国海軍の駆逐艦2隻が、宗谷海峡を挺進しながら通過して日本海に入ったことを発表しているんだ。中国も出てきちゃったんだ。あの2国は世界でも要注意国家だもんね。完全に協力体制が敷かれているわけではないようだがな。そうだね。さて今回はロシア海軍の艦隊が伊豆諸島付近を航行したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア海軍の7隻については、16日午前9時頃に千葉県犬吠埼の南東約 180km の太平洋上を南西方向に進んでいるのを、海上自衛隊の長崎県佐世保基地第5護衛隊所属金剛と、青森県大湊基地第7護衛隊所属夕立の2隻の護衛艦が確認、追跡しつつ警戒に当たっていたんだ。また、このロシア艦艇7隻のうち5隻は、9日に北海道の根室半島沖でも確認されていたほか、15日正午頃には7隻全てが北海道の襟裳岬沖を航行しているのが確認されていて、北海道沖で演習を行った後に千葉県沖へ南下し、伊豆諸島を通過したものとみられているよ。それに先立って16日に中国海軍のミサイル駆逐艦2隻が宗谷海峡を投進して通過し、オホーツク海に入っていたことが防衛省統合幕僚監部から発表されており、この2隻は17日に宗谷海峡を通過した2隻と同じ駆逐艦とみられているね。防衛省統合幕僚監部によると、ロシア海軍の艦艇はウダロイ IQ 駆逐艦2隻、ステレブシティ IIQ フリゲート1隻、ステレブシティ級フリゲート3隻及びマルシャルネデリン級ミサイル観測支援艦1隻の計7隻で、このうちのウダロイ IQ 駆逐艦1隻とマルシャルネデリン級ミサイル観測支援艦マーシャルクルエロフ1隻を除く5隻のロシア軍艦艇は、9日に北海道根室半島の南東約 170km の海域で確認された5隻と同一の艦艇であるとしているよ。今回のロシア海軍の動きについては、ロシア軍東部軍管区報道機関が艦艇40隻以上が参加する大規模な海軍演習が実施されるとして発表されていたことに関連するとみられ、この演習は3月から実施されている計画的な訓練の最終段階で、対空砲の発射訓練や対潜訓練や機雷除去などを行うとされているんだ。ウダロイ級駆逐艦を除けば、フリゲートより小型のコルベットやミサイル艇、対潜哨戒艇などの他に各種支援船などが主体となっていて、40隻以上との発表は、一時的に参加した艦艇なども含めた延べ隻数ではないかと見られているよ。ここまで確認されているロシア艦艇は、いずれも太平洋艦隊に所属していると見られているが、ウダロイ IQ 駆逐艦は1980年代に建造された旧式艦で、ステレブシティ2級フリゲート艦は、2000年以降に建造されたものでウダロイ級よりは新しいステルス艦で、垂直発射システム VLS-8 機が備わっていて巡航ミサイルカリブルのほか、ハープーン級の対艦ミサイル8発が搭載可能であり、基準排水量2500トンの小型艦ながらそれなりの対地、対艦攻撃能力を持った重武装艦だよ。しかし、ウダロイ級もステレブシティ級も防御能力の観点からすれば、脆弱な艦艇と言えるな。特に、対空防御能力という点から見ると、ウダロイ IQ は射程 12km 程度の対空ミサイルサムキンジャールを装備しているが、これでは日米両軍が保有するほとんどの空対艦ミサイル ASM で射程圏外からのスタンドオフ攻撃が可能であり、いずれにしても両艦ともに対空防御能力は極めて脆弱と言えるぜ。これに対して、航空自衛隊の保有する空対艦ミサイルの命中精度は極めて高いことが実証されており、航空自衛隊による航空攻撃だけでもロシア艦隊を撃滅することが可能であり、ロシア艦隊が航空優勢を確保していない状況で日本を攻撃すれば、これらの艦艇は自衛隊の対艦ミサイルの標的となるだけだとされているよ。たとえロシア艦隊がその気になっても、どうにでもできるってことだね。そういうこと。空母を持たないロシア太平洋艦隊の艦隊防空の柱は機関であるミサイル巡洋艦スラバ級ミサイル巡洋艦バリアーブであるんだけど、同艦は2021年12月29日にウダロイ級駆逐艦と補給艦を伴って対馬海峡を東シナ海方面へ進出し、その後国会において黒海艦隊や北方艦隊などとの大規模合同軍事演習に参加しているんだ。そして、
ウクライナ侵略開始直前ボスポラス海峡が封鎖される前にバリアーグが地中海に抜けたことまでは判明しているんだが、未だに母港のウラジオストクに寄港した形跡がなく、あるいはまた黒海に戻って黒海艦隊と共に活動している可能性もあるぜ。そのため、現在のロシア太平洋艦隊は旧式駆逐艦とフリゲート艦、そして通常動力型攻撃潜水艦など、せいぜい20隻程度の戦闘艦艇があるだけと見られ、もし不穏な動きが見られたとしても自衛隊の戦力だけでも十分に対応することができるのであるが、これに中国海軍の艦艇、特に現在就役している2隻の空母が加わると少々厄介な話になってくるな。中国め、どう厄介になるのか詳しく教えて。その場合には海上航空用自衛隊の戦力だけで航空優勢を維持することが難しくなり、アメリカ軍の航空戦力ないしは第7艦隊の空母ロナルド・レーガンの空母打撃群のサポートが必要になるんだよね。日本だけの力じゃ対応できなくなっちゃうんだね。それは困るなぁ。また、ロシア軍による挑発は、海上だけでなく空においても盛んに実施されていて、6月7日の夜間、ロシア軍機と推定される4機の航空機がロシア沿海方面から、まっすぐ東の北海道へ向けて飛来したため航空自衛隊が緊急発進スクランブルをかけて対応したところ、そのうちの2機については北海道の領空手前で反転して西方へ引き返し、残りの2機については北上して樺太方面へ消え去ったようだよ。この統合幕僚幹部が発表した6月8日付の報道資料によると、時間帯やヘディング進路など、その行動パターンから、ロシア空軍の戦闘気球による航空自衛隊千歳基地に対する威力偵察と推定されるとしているんだ。つまり、不意に九州高速で領空に接近して相手の対応を確認するという目的の行動であり、一種の軍事的示威行動であるってわけだな。そうそう。今回と同じようなロシア軍機の行動は2011年3月11日にも見られていて、東日本大震災直後の津波によって壊滅的な被害を受けた航空自衛隊松島基地に対して行われていて、これは大震災の被害が航空自衛隊のスクランブル体制などへ影響を及ぼしているかについての確認であるとされているほか、日本が実施しているロシアへの経済制裁への報復と見る向きもあるよ。ただ、2月24日にロシアがウクライナ侵略を開始して以降、経済制裁を加える日本に対して、海と空からの軍事的示威行動がエスカレートしている様に見えるんだけど、実は、2014年にロシアがクリミア半島の強制的に併合した際に、日本が行った経済制裁への報復よりも明らかに少ないんだよね。今回の経済制裁が、2014年の時の制裁よりも明らかに厳しいものであるにもかかわらず、その報復は軽いとされているな。そうなの？それってどうして？その理由は極東に配置していた戦力がウクライナに回され、大きく低下している、稼働可能な航空機や艦艇が少ない、極東に備蓄されている航空燃料や艦艇燃料が不足気味で節約しているなどの理由が考えられるとされているね。まああれだけウクライナに手を回していれば、他に手が回らないことは当然ってわけだね。そういうことだな。潜水艦からカリブル巡航ミサイルを発射したことをアピールして核兵器搭載可能な巡航ミサイルの発射に成功したとか、海上自衛隊の足元にも及ばない戦力しかない太平洋艦隊において、太平洋で40隻以上の艦艇による大演習などとのプロパガンダを展開していることが、極東ロシア軍の苦しさを物語っているとする見方は多いぜ。今はロシアの軍事的示威行動にひるむことなく、堂々と対峙し、むしろこちらから威力偵察を仕掛けるくらいの強気でロシアにプレッシャーをかけることで、ロシアに危機感を植え付けることができ、場合によってはウクライナから兵を引く可能性もなきにしもあらずとする声もあるんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、ガソリンについてだよ。ガソリンといえば一時期すごく高騰して、レギュラーでもリッター200円にまで上がったよな。そうだね。そんなガソリンだけど、軽油を混合したらいけないのはわかるよね。当たり前だろそんなこと。では、廃屋とレギュラーを混合したらどうなると思う？そもそもその二つの違いってなんだろう。ちょっと高級なレギュラーみたいなイメージがあったんだけど。そこを踏まえて解説していくよ。まずレギュラーと廃屋の違いなんだけど、簡単に言うとレギュラーがノーマルガソリンと呼ばれていて、廃屋が高オクタン化ガソリンと言われているんだ。このオクタン化とはガソリンの発火のしやすさを指すんだけど、レギュラーイコール比較的着火しやすい。廃屋イコール比較的着火しづらいという風になるんだ。だから、廃屋を使うことによって、エンジンの異常燃焼やノッキングを防ぐことができるんだ。そうだったんだ。だから高かったんだね。それなら混合しても大丈夫なんじゃないか？大丈夫なんだけど、廃屋車にレギュラーを入れてしまった場合、廃屋で走行することを前提に設計してあるため、すごく性能が落ちてしまうんだ。
ならレグラー車廃屋を入れると性能がアップしそうだね。いい質問だね。多少は変わるかもしれないが、レギュラーガソリンを入れるのを前提に設計してあるため、あまり効果は期待できないよ。そうなんだ。なら結局ちゃんとその車に合ったガソリンを入れるのが一番なんだね。そういうことだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。